んにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。こちら側から失礼いたします。今回からは数回にわたって帯の結び方を取り上げます。一日締めても楽で美しくて緩まないための帯の結び方のポイントを毎回一つずつ細かく解説をしていきます。シリーズすべてを見ていただくと確実にフィット感、それから帯の形が変わると思います。ぜひシリーズでご覧になってみてくださいね。さて、本日は帯が下がりやすいというお悩みをよくお聞きするので、そのことを少しお話ししたいなと思います。まず帯が下がりやすい、考えられるポイントは3つあります。1つ目、私は前結び用の帯板を装着するんですけれども、そもそもその帯板が緩い。この帯板が一番下の土台になるので、これが緩いとどんなに頑張って帯を締めても帯は必ず下がります。なので苦しくない、でも下がらない適度な締め感というのをぜひご自身の中で研究してみてください。苦しいとか苦しくないっていうのはそのご本人にしかわからないことですよね。なのでぜひご自分にとっての良い締め心地感、締め感というのを、で下がらないというポイントを見つけてくださいね。私自身はここでしっかりギュッて押さえて、左手をこっち方向に動かして、それから止めています。それからポイント2つ目、やはり体に巻く帯が緩いということですね。中に、つまり布と布の間に空気が入ってしまっている、だからその空気分緩んでしまうということになります。ちょっとしごくところお見せしたいなと思います。私よく帯しごいてください、しごいてくださいってお話ししてるんですけれども、このしごく、中の帯を平らにしています。ぎゅ、平らにすることによってここの中の空気を押し出します。やっぱり帯自体がちょっとキュッて曲がったりしたりとか、ちょっと折れたりとかしてると、その分空気を含んでしまいますよね。空気が発生してしまうか、発生してしまいますよね。なのでこのしごくというのは、帯をしっかり体に巻きつけるという意味ではとても重要なポイントになります。チャンスはここで1回、それから2回目のここ、ギュッ、このしごきをしっかりしていただくと帯が緩みにくくなります。ぜひこれしっかりお試しくださいね。それから3つ目、帯締めが緩い、途中で帯が緩んだとしても、多少帯締めでガシッと止めていただくと、帯って落ちてきにくいんですけれども、やっぱり帯締めが緩かったりすると帯下がりますよね。なのでその帯締めで最後帳尻を合わせるっていう意味合いもあって、帯締めもすごく重要なポイントになります。今日はね、帯締めの結び方お伝えはしませんけれども、詳しい帯締めの結び方は別な動画でご紹介してますので、ぜひそちらご参照になってみてくださいね。最後にポイントとはちょっと違うかもしれませんが、もしかしたら耳が痛いという方もいらっしゃるかもしれませんが、申し上げたいと思います。今のご自分の帯を結ぶ、帯とのお付き合いの技量より、帯が重たかったりするとやっぱり下がりやすいなと思います。私自身は難しいところから学びを進めると心が折れてしまって頑張れないんですよね。なので私はお稽古をしていただく場合は、おすすめとしてはご自分のお手持ちの帯の中でこれやりやすいというところをクリアしていって、でそれでポイントをクリアしていって、それから最後に難しい帯にチャレンジするということをおすすめしています。やっぱり難しいところから行くと山とか壁とか高すぎるので、ぜひぜひできそうなところからトライをしていって、
自信をつけて難しい山、壁にトライをしていただければと思います。今日はちょっと中途半端な状態ですけれども、続きは次回でお話ししたいと思います。毎日たくさんのご視聴、コメントいただきまして誠にありがとうございます。皆様からいただいたコメントは次に動画を作る際の参考にさせていただいています。すべてにお返事は叶いませんが、いただいたコメントは全部目を通していますので、またぜひコメントいただけたら嬉しいです。本当に不器用で本当に面倒くさがりだった私が、着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらの動画をご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や輪に関する知識が得られるようになっています。今日着ている着物は男性のスーツの生地で作ったウールの着物です。肌寒くなってくると、なんか制服のように持っているスーツの着物を毎回毎回よく着ています。それではまたお会いしましょう。